大竹紳士公有録毎週金曜日は経済学者の金子雅さんですどうもこんにちは最近ねうちの中でがっかりされることないですねまたかいよ要するにがっかりが基本だってがっかりっていうのは期待があるからがっかりだ期待しない期待がなくなっちゃうまたかいを見たい ねいや、はい、実にと岸田さんに対してはもうがっかりしないんだわ、うん、またかよってまたかよ <laughs> で今日のテーマはね、うんうん、岸田の騙しのテクニック、はい、なんでそういうふうに思うかっていうと、はい、あの 頭にね脳裏からね離れないのが解散をちらつかした時のこのにやり顔わかるわかるにやり顔してあれってさ解散ってそんなんか自分のあれで使っちゃいけないのにメディアおかしいよねそうそうそうでそれでバーッと煽ったんですあれでねあこの人みんな平気で人を騙すんだっていうね印象をね と頭に焼き付いたんでがっかりしないですねそのまんまでね今日のニュースでまあ昨日も出てたのかなすでにあの税収が70兆円超えました過去最大ですっていうんでたんですよこれもだましですなんでだましかっていうと139兆円も予算を組んでるから70兆増えんの 当たり前じゃないですかだって半分も結局半分ぐらいしか税収賄ってないってことでしょ、うん、だからなんか税収が増えたっていうと絶対額が増えたでもあれさあのニュース税収が増えたみたいな感じでの,のってたよね。で増え,るそうそう増えるのはだってインフレなんだもん、うん、消費税は自動的に増えちゃう インフレしただけでじゃあだっだめじゃないと賃金上がってねで一1年間で6.7%税収が伸びたって消費税は言ってるけどもちろん法人税も所得税もインフレになれば伸びるわけですだけどよく考えてみるとそれで豊かになったわけじゃなくてインフレでどんどん税をみんな自動的に見えない増税を受けてるで,で一方で物価が上がると 実質賃金ががどどんん下っていいくわけじゃなですかだから購買力は落ちてるわけだからだから見えない増税をされながら同時に所得はどんどん目減りしてるっていうのが今の状態でこれは岸田さんのだましのテクニックだろうと思うんですわ。でメディアがさすごい物価じゃね、い賃金爆発が起きたみたいなさ 賃金がすごく上がったみたいな話言ったじゃないですか。開けてみて四月の実質賃金マイナス三パーセントで、それは円安で儲かってる企業はそれなりにあれじゃないですか。賃金上げられるけど、中小企業や非正規労働の人は上げられないわけだから。その他大勢は上がってないってこと。どん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 格差が広がって、だから見えない。 増税、今のインフレ路線であると、見えない増税がどんどん。追いかぶさってくる一方で、賃金はどんどん目減りしていく。はい、うん。生活はどんどん貧しくなるばっかりじゃん。本当だよ。う,ん、<laughs> う物価上がりすぎ。電気代も、<laughs> そう、もう大変。だって、物価が上がって、今度の五月も、うん、まあ。 電気とかガスはいってんか補助金出した効果があるのか3.2%なんですよ総合指数は。ところがエネルギーと生鮮食品を除くと4.2%ですよ。うん、で13か月連続かな。うん、でずっと上がってるんですよ。はい、こういうの壊して指数っていうんですけど金は変わらないこれでまたさその物価の上昇なのに、うん、あのすごい大盤振る舞いの財政規模で。うん やっていて大社赤字を出してそれを日銀が超低金利で買いい続けけるわけじゃないそうすると他の国はどんどんまあ昨日もイングランド銀行が0.5%利上げして0.5%になったのかな政策金利が。とにかくあらゆる通貨に対して日本だけが円安になってる方が くるくる安くてしょうがない浅草も東京も地域聞けば聞くほどもう外に出れば浅草も外国の人だらけですってところがほら中国とんか煽ってるってるから対立煽ってるから中国人の爆買いは戻ってないんだよねだけど143円にまた戻ってきちゃったよでいやだからさあれだよ アメリカでハンバーガーね食えばね1個3,000円以上するわけじゃない。日本のモーニングのハンバーガーセットコーヒーとあれだよコロッケみたいなあれ何つうのハッシュドポテトあれがついてフィレーフィッシュセット570円だからねそりゃそりゃ買いますよそれ。だからもうすごくそういう状態になってる っていうのは一つは騙しで、もう一つはあの騙しがあのさっき言ったにやり顔のあの解散を脅かしで、それで結局ね防衛財源確保も採決応じちゃったじゃない。野党はで結局あのきちんとした財源をあの決めなきゃいけない問題をもう少子化対策もみんな全部素通りでしょ。 でみんなつけの先送りでしょ。うん、それってさ、うん、騙すの人が一番悪いよ。<う>で騙されちゃうのはなんでなの毎回。それはね人がいいんだよ。だってみんな日本全国今あの税金振り込め詐欺に当たあ当たってるようなもんだからさ、<laughs> みんなみんな騙されてない。俺だけは騙されてないと思ってんだけどみんな騙されてる。うん、これがしょうがない。だってメディアが戦争だって騙してるんだからしょうがないじゃん。 毎日新聞の支持率の調査では一番大きいんだけどらい下がったまそれはマイナンバー問題も大きいし長男問題もあるからねだけど国会で議論を全部飛ばしてるからあとでもマイナンバーもやるけどそのんていうの悪法なんだけど問題点を全部つけよう先送りしちゃってるからきっとこれからすぐね あのどどどどんどんんどんん問題が出てきちゃうんだよこれ、うん、で防衛財源確保法の裏側で前も言ってるけど高年度負担じゃないですか防衛費はあのローンでやってるからだけど今年度もう10.7兆円の高年度負担があるからこれからどんどん増えていくんだよ。絶対防衛費は GDP の2%超えますよね。 次元爆弾みたいなもんじゃん、うん、これ曖昧にしてるだましで上がっていっちゃうでしょ、うんうん、っていうようなことが少子化対策も多分財源なしで給付だけ決めちゃうでしょ、うん、これも財政赤字でやるわけですよ。るで結局赤字国債出して日銀が買ってって安倍さんがやってる政策とほとんど同じことを繰り返すからさっきも言ったように物価が上がって。 で増税がお見えない増税が起きて賃金はどんどん目減りしていく国民の幸せの上でインフレ課税であのやっていくっていうそういう路線がもうはっききり出てきちゃいましたよね本来ならばじゃあ利上げを現場的にはしなくちゃいけないってこと本当はそうですよだって賃金があんじゃない物価が上がってるんだからで抑えなくちゃいけない。抑えに入ってるだけど 物価が,上がっ下がってきたら、うん、また利下げをすればいいんだけど、うん、そういう金融政策の柔軟性がもうないわけじゃないか、うん、1000兆<線>、うん、円も、うん、財産上がり不り持ってるからで問題はね、うん、マイナンバー問題も同じなんだわこれ詐欺なんだわ。 もう今日の冒頭でも話しましたけど先生が理由はバカだからって言っていけなかったけど障害者手帳が出てきたでしょ静岡で62件からだから47だっけ都道府県加えればさそれ5,000件超える可能性高いよねこれそれとかあるいはその何無保険者扱い すみません、障害者手帳のことちょっと教えてくれる？あ、障害者手帳の紐、別人に紐付けちゃった。別に紐付けちゃった。うん、それが静岡で六十二件発見されたけど、他の四十六都道府県はまだわかんないわけ。なるほど、そういうことか。それから無保険者、まああの顔認証の問題から含めて、あのマイマイナー保険証が機能しなくて。はい。 で10割負担になっちゃった人がもういるわけ実際に776件だったのがどうも日韓現代かなんかの見出し見ると1300件ぐらいになっちゃってるみたいな現場行って見てもらったら10割負担だったそうどんどん増えてるでこれが騙しがさこあのコロナ並みの臨戦体制を取ってその総点検体制を取るっていうんだよコロナ並みだったら何もやんないってことじゃないか <laughs> バカじゃねえかっていう、だってデジ,ージ,ーデ,ジデジタル庁と総務省と厚労省で。要するに省庁横断的に組織を作ったっていうだけなんだよ。はい、だってワクチン一本足打法でさ、七、うん、万五千人死んだんだよ。うん、で、みんなメディアが全くそのことを論じなかったわけでしょ。うん、だから、みんなメディアが同じようにコロナ並みに忘れてくださいって言ってるだけで、うん、で、僕は問題なのは。うん この彼らが本当に調査するのかねちゃんと点検するのか、うん、点検するっていうのも今までのせいだと彼らは、うん、あのヒューマンエラー全く言葉の意味で間違ってるけど、うん、多くの人が、うん、あの誤って登録したりしたから、うん、結果は利用者のせいなんだって言い続けてるわけでしょ、うん、それを点検する可能性があるわけでで あの立憲の長妻さんが結構ちゃんとした質問調査をやるっていう時にあの年金の基礎年金番号が1人だよマイナンバーカードに2人入ってるとこれは何だろう調査しろつまりあのこのやり方がね社会保障番号でマッチングキーっていってあのこの社会保障 番号と生年月日とかなんとかのをで紐付けた情報を出していくように紐付けていくようにするわけですよだから国民総世番号制になりやすいわけですでもそれは避けてるみたいだとだから2つが出てくるんだと思うんだけどだとすると顔認証で本人を確認していくっていうのは すごく大事じゃないセキュリティの上でも、うん、だけどこれがボロボロなわけでしょだねこれもうさ <laughs> 点検するところを作ってももうシステム自体がもういやだから<う>システムのどこがおかしくて、うん、あのこのマイナンバーの進め方のどこがおかしいのかをね、うん、ちゃんと特定しなきゃいけないのに総点検が調査しないじゃダメでしょ、うん、疑問に対してね。で僕が言ったのは、うん あの例えばの例であってそうじゃないかもしれないんだそれは推測だからねだけどあり得ることなわけですもしかしたらこれはシステムそのものがでこういうあのいわゆるマッチングカードでねその年金番号みたいにでやればそれは間違いも少ないんだけどそれはないわけじゃないですか。 だとしししたたららら顔認証だだだけけけけででやるのににどどんどん紐付けしちゃっまますます穴だらけになるわけでしょだからやり方としてもしかしたらシステム上どうもなんないんじゃないかっていう問題なのかそれともなんか人為的に人がねご登録したったらご登録をチェックする仕組みを作ればなんとかなるのかね全然あの見通しが立たないじゃないですか何が問題かがはっきりしなければ。 それを調査すするるっていいが気なんだ何も言いたくないんだよなぜかって言ったら失敗したって言いたくないからそれは松野官房長官のこれもごまかしだけどの騙しなんだけど彼の発言は象徴的だわなぜかって「来年の秋には保険証紙の保険証を廃止します」って言われただけど健康保険の資格確認書っていうのは交付しますと。 <で>うん、それでは廃止期限はありませんっていう、はいうん、で何だうそれ、うん、保険証と同じじゃないか、うん、で保険証紙の保険証を発行するっていうと間違いだから、うん、紙の保険証を認めないわけだ、うん、だけど資格確認証なんだっていうわけだ、うんうん、だけどそれは言葉の先で保険証としてそれを あの医療機関で使えるってことだろうしかもそれ1年ごととか言ってなかったけどそうだよねだからずっと使えないだけど1年ごとだけど延々に延期もできるわけでしょじゃあじゃあ返納してさその資格確認書に変えていいのかとかさ 無限に言言っっててるるここととはだからねそうだからね僕は今日今日の話はね、うん、岸田さんの騙しのテクニックに騙されちゃいけませんと、うん、1>, 1億総税金振り込め詐欺に引っかからないようにしてください、うん、政府広報ですっていうのが今日の <laughs> でももう国会やってないでしょ やってないけど、あの閉会中の審査はできるはずだけど、彼らはやりたくないでしょう。間違ったって言いたくないから。これやそれ閉会中審査がないと10月まで何も。じゃあ騙されたくないけど、もうさ、一みんな騙しってそれ乗らなきゃいけない。一気に近いように、もう俺は取りません。もしかしたら返納できますかって問い合わせをバーッと殺到すればいいんですよ。じゃあここもう対応せざるを得ないような状況にせざるを得なく。 そういうふうにしない限り、彼らは、この騙しのテクニックを続く限り。きちんと誠実に答えることはしないから。うん、返納しますって言った人、なんか、なんかいたよな、でもね。そうそう。うん、そ当然でしょう。だって、情報がバレちゃうかもしれないんだもん。うんうん、はい。ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹新市公有録。来週月曜日は頑張れルーヤの登場です。お知らせの後は交通情報です。